皆さんこんにちは。今回は本日実装された白年について解説していきます。まずは移動面をざっくり解説します。元素スキル中、崖登りができます。ナタ以外だとこれくらいの登りになります。ナタキャラなので他の地域でも活用できる系能力ですね。一方で、ナタだと継続時間を年総消費して延長できます。ムアラニとかとは違い、ナタでも巣の継続時間が伸びるとかはないですね。年素があれば延長できる、というだけになります。継続時間は左のスタミナゲージみたいなものを参照です。例になったら、HP の上のオレンジゲージを消費し始めます。続いて、ヤコントランスについて。ナタキャラ特有の、特定の行動中チェンジすると、スキル状態で入場してくれる、ナタの探索ギミックです。こちらを使った後、スキル再発動でヤコン値を補充できます。一応スキル状態、ヤコンのカゴ状態だと跳躍力もアップしています。ダッシュすることもできて、ダッシュするとヤコン値を早く消費する仕組みです。大体ムアラニと同じ感じですかね。また、白年はヤコントランスをしたとき、年層回復可能です。HP の上のオレンジゲージを補充してくれます。また、白年のヤコン値は上限にいかないので、ヤコントランスした後即スキル使っても上限超えないので使いやすいポイントですかね。一応通常時の速度はさすがにムアラニより遅い感じがします。まあ、ホーキー同キャラは主風原点装備可能だったりスノアドバンテージがありますがね。ということで、探索についてでした。さすがに普通に走るより速いと思います。それでは各種能力について。まず通常攻撃ですが、普通ですね。使わないことはないですが、基本は強化状態に入ってから使います。強化状態は元素スキル発動後、ヤコンのカゴ状態になり通常、落下攻撃外は元素に変化します。この状態で攻撃すると防御力依存の岩元素ダメージを与えますね。それでは、サンプル音源について、解説していきます。究極的にはサンプル音源に依存して敵の耐性をダウンさせるって考え方でいいと思います。で、その音源についてですが、岩と反応可能な元素を編成していると変化します。ですので、岩、草、風の場合はデフォルトの岩のままになります。草と風の耐性ダウンは不可能で、このように結晶可能元素を入れると対応する色に変化します。重複も可能です。耐性ダウンが2倍になるわけではないのですが、耐性ダウンの起動条件に関わってきます。ということで、サンプル音源の元素変化についてでした。ということで、耐性ダウンの方法です。ヤコンのカゴ状態で、サンプル音源が2枚以上元素変化している場合、通常攻撃でヤコン値を貯めて、ヤコン値がマックスになると15秒間、周囲の敵の該当元素耐性がダウンします。ヤコン値がマックスになると一気に消費して、白年の強化状態は解除されます。耐性ダウンの範囲は大体ベネット爆発くらいかキーニチの移動演習くらいだと思います。一応専用エフェクトになっていて、不協和音みたいなエフェクト感ありますね。一方で、基本的には岩さん以上の場合は、ヤコン値が上昇せず、減少します。ですので、この状態だと岩付与状態で継続中殴れるため、岩アタッカーとして白年が戦うことになります。遊べそうですが、攻撃ダメージは通常テンプ依存という若干の嫌がらせがあるので、別途育成をする必要があるため、コスパよく使う上では素直にサポート運用がいいと思います。元素爆発は、60族となっていて、基本は白年アタッカーなら3回の岩ダメージ。白年サポートなら出場キャラを回復するという感じですね。アタッカー型なら育成推奨、サポートなら6くらいで止めて敵に育成がいいと思います。テンプ6、西風、防御治癒冠で6000くらいを8回の回復ですね。治癒量を優先するなら治癒冠がかなりおすすめですね。結構変わります。あとはその他固有テンプです。1個目は、ヤコン値が上限に達した時ヤコンバースト発動。ヤコンバーストは、現状はキーニチのスキルのダメージアップ、ムアラニの爆発ダメージアップに貢献します。キーニチは元素的に相性が悪いので、ムアラニの爆発補助が現状の使い道。そして、ヤコンバーストを発生させると白年の防御力が 20% アップします。2個目は、サンプル音源についての説明の振り返り。サンプル音源の元素変化が2枚以上だと通常落下攻撃命中時にヤコン値アップ。元素変化が1枚以下だと通常落下攻撃ダメージアップですね。あとは、探索系能力の話です。いつものやつですね、ナタエリアで特定の行動中切り替えで出場。特殊移動状態で出場して、スキル再発動で効果延長。そして、もう一個はヤコントランスすると年素が回復です。特産品レーダーはつきませんでしたね。正直この15回復ってムアラニよりもキーニチに欲しい感じするね。ナタキャラですれ違い通信起きてる。そして、武器についてです。モチーフや倉庫があれば採用がおすすめです。
ない場合は西風、ナタの炭造武器がおすすめで、編成単位で爆発を回すなら西風の優先度を上げていいと思います。ナタの炭造は回復量を確保したいなら採用でしょうか。本体殴りしたいなら、モチーフ、ウラク、炭造の順番におすすめします。計算者によってはモチーフ、ウラクに次いで波乱がやや高めな結果もありました。続いて、生物ステータスです。まず、サポート型ならチャージ要求が超重要です。爆発回してなんぼで。耐性ダウンはスキルテンプレベル依存なので。サポート型は正直何振っても本体性能に差がありません。もちろん、フリーナだと回復量も影響してきますが、負けない程度の回復量があればいいといえばそうなので、究極的には何でもいいですが、チャージだけは最重要です。その後は防御、治癒冠がおすすめです。アタッカー型は防御、岩、会心あるいは防御。これは黒曜の場合なので、黒曜以外なら会心を優先しましょう。生物についてです。生物はサポートなら絵巻一択です。4セット揃えるだけでも、ダメバフ効果発動するので、どんだけ終わっててもこれを揃えないと採用する意味がかなり減ります。ですので、サポートは必須です。元素反応を起こした時、関連する元素にダメージバフをしてくれます。アタッカー型なら黒曜が候補です。夜根地減少で会心率をかなり増やしてくれます。岩さんとかだと、夜根地は減るだけなのですぐに条件達成できます。あるいは果敢です。岩アタッカー用、防御依存生物なので、果敢、あるいは黒曜のどちらかを採用がいいと思います。果敢を今更集めるのも微妙なので、黒曜絵巻を掘りつつ揃ったら試みてみるのがいいと思います。それでは、編成編です。まずは、大注目のヌビレットですね。超火力がアップします。ただし、中段耐性補助がほぼほぼないので、敵や状況に依存します。雑魚敵でノックバックするならいいですが、ボスとか、スパーまで強引に殴ってくる敵が相手だと、素直に勝利を検討するのがいいと思います。岩4勝利と白年で岩共鳴すれば、カズハより多少バフ性能が落ちますが、中段耐性獲得しつつ、耐性ダウンと水バフができるためそちらもかなりおすすめですね。耐性が超アップしているはずのファジュイにガンガンダメージ入ってたので耐性ダウンは偉大ですね。そして、ナディア編成です。貴重な岩耐性ダウンと岩バフです。これにより、編成の理論値火力がかなり上がりましたね。その代わり敵によって結構のけぞりやすくなってる感じしたので、このあたりは注意ですね。ナディア自体に中段耐性がないことや、攻撃力依存でもあるため、ベネットの炎付着を起点に敵に蒸発や溶解されると、勝利と比較すると安定感が落ちます。ただ、一気に敵を倒してイエー的な感じなら推奨度合い強めですね。まあ、勝利というかシールドを入れる代わりに DPS は落ちるっていうのを再認識した感じですね。あとは、白年についてですが拡散とは違い。耐性ダウンだけなら白年に依存するため、元素生命体の耐性ダウンもやりやすいのは利点だと思いました。バフはできませんが、片方だけでもできれば使い勝手いいなって感じますね。最後にムアラに編成です。拡散混ぜると、ムアラに通常、白年、ムアラに通常、カズハ、という感じで、ちょくちょく水を補充して起点を作ります。カズハ入りも岩共鳴も使いましたが。まあ、ムアラに自体の癖ってやっぱり強いんだなという感想です。編成自体は強くなってるとは思います。シャンリンは絵巻にセット採用すると、夜根バースト補助により、爆発の回転が安定しやすくなります。ですので、シャンリンの爆発を優先するなら絶縁絵巻で爆発重視をおすすめします。ちなみに、勝利に共感を採用したい場合は、カズハみたいに、ムアラに通常、白年、ムアラに通常勝利って順番で出しましょう。白年と比較すると共感や有給の継続時間は短いですからね。一応白年の爆発を使わない想定なら、ムアラに通常、白年スキル通常に勝利スキルってやれば決勝まで繋がります。まあ、有給については決勝を拾うことが条件なので、勝利で決勝を起こす必要はありません。絵巻と混ざりやすいですね。とりあえず火力は上がります。ただしムアラニの敵に触れて火力を出すシステムが、カズハの吸引とか、ウェーブ切り替えが挟まると、恩恵を一部削っている感じはしましたね。爆発ダメージ補助も実質白年はしてくれるので、おすすめ編成の一つだと思います。最後におすすめ凸と感想です。1凸で中段耐性付与がありますが完全耐性ではないので注意です。2凸は核元素への追加のバフを獲得します。また、裏にいても岩耐性ダウンを発動できるようになります。これにより、岩パでの耐性ダウンサポートとして起用しつつ、2凸による岩バフをばらまけるので、岩サポとして強くなります。4凸は防御依存でダメージ加算バフです。貫凸は、自身の殴り性能をアップですね。サポートで見るなら2凸で完成と思っていいと思います。
4突でもサポート能力が増えますが、2突が費用対効果で見れば高いと思います。ただし、無突でも十分なのでお好みで突しましょう。それでは総評です。無突でもちゃんと強いですし、バフ能力も優秀ですね。気になるところはやっぱり岩元素な部分かもしれません。完全に表にあまり関わらずバフしてるだけになっていますね。ただ、それはそれで付着されると邪魔なパターンもあるので。単元素で殴りたい編成とか、下地が重要な編成とかは恩恵が高いですね。範囲耐性ダウンに、完全キャラ依存のバフでバフ。特にカズハがいない人は優先して引くのがおすすめです。探索については現状は、キーニチやムアラニほどの感動はありませんでした。まあほぼほぼ探索が終わっているので、探索についての恩恵は 5.2 以降まで評価曖昧かもです。ナタ探索は編成が結構好みで分かれるとも思います。ただ、ムアラニと白年に相互につなげられるので、探索ムアラニユーザーはおすすめ度高いと思います。ナタ同士ですでに完全ループシステムができているのが熱いですね。ただ、ダッシュするとさすがに間に合わないのでその辺は注意かな。探索についてはキーニチやムアラニよりかは単体での性能は低い、と現状はさせていただきます。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。